原型建築ピナコテークではモデルネは、ドイツのミュンヘンにある、20世紀から21世紀の現代美術、グラフィックアート、建築、デザインを展示する美術館である。近現代美術の展示館としては、ヨーロッパ最大規模を誇る。日本語による表記は統一されておらず、モダンピナコテークなどと表記する場合もある。ピナコテークはギリシア語に由来し、絵画館を意味する。 ミュンヘンにはバイエルン王家のコレクションを展示するアルテピナコテーク19世紀に当時の現代美術を展示するために建てられたノイエピナコテークがすでに存在していた。ピナコテークではモデルネはこれらに続く第三のピナコテークとして2002年に開館した。これら三つのピナコテークは古代美術博物館、グリプトテーク、レンバッハハウス美術館などのある地区と ルートビヒ・マクシミリアン大学名編ンンのほぼ中間に位置しており、全体で一大文化地区を形成している。ピナコテイクデア・モデルネは、単なる絵画館ではなく、現代美術、グラフィックアート、建築、デザインの4分野の美術館の集合と捉えた方が、わかりやすい。当館の開館までは各所に分散したり曲がりして、展示されていた、バイエルン州立コレクションの上記4部門がここに、 展示されている。建物は、ステファン・ブラウンヘルスの設計で、中央に巨大な吹き抜けを配し、天井から自然光を取り入れている。地下1階に、デザイン部門、1階に建築部門とグラフィックアート部門、2階に、美術部門の展示があり、特別展その他のイベントも、盛んに催されている。デザイン部門には、自動車、バイク、 ビデオデッキなども展示され、20世紀から21世紀のあらゆる造形活動の流れをたどることができる。美術部門では、エルンストルート・ビヒキル・ヒナー、エミール・ノルデなど、ドイツ表現主義の作品が充実しているほか、パブロ・ピカソ、ジョルジュ・ブラック、アンディ・マティス、パウル・クレー、オスカー・ココシカ、ワシリー・カンディンスキーなどの作品がある。ドイツの多くの都市と同様、ミュンヘンも、 第二次世界大戦で甚大な被害を受け、アルテピナコテークなどの美術館も被災した。大戦後、これらの美術館の収蔵品は、市内のイギリス庭園南端にあるハウス・デア・クンストにて展示されていた。アルテピナコテーク、ノイ・エ・ピナコテークの修復が終わって、再開館した後、ハウス・デア・クンストには、現代美術が展示され、州立現代美術館と称された。 ミュンヘンに新たな修立現代美術館を建設することは長年議論されてきたが、バイエルン州政府は予算面から難色を示していた。1994年には新美術館建設資金調達のための財団が設立され、わずか2年間で目標の1000万ユーロの寄付金が集まった。これによってバイエルン州政府も新美術館建設に資金協力することになり、 官民合同で2002年に開館したのが、ピナコテイクデアモデルネである。なお、ハウスデアクンストは、その後は特別展会場などとして利用されている。ありがとうございます。